はい、キヌです。ゾンビ姉妹パート8撮っていきましょう。とりあえずこのポテチでしたっけ、ポテチっていう犬を行かせましょう。ではご飯を食べさせて、お、今回はパスで、これで選択肢に行くと思います。あ、そうですよね、この辺は選択肢まで一旦飛ばしましょうかね。あ、ものすごく変な風に飛ばしちゃいましたが、ここで生きていこうは前回選択したので、ここから脱出しようを選択したいと思います。この封鎖の中から脱出しよう。私がそう言うと妹は少し悲しげな顔をした。故郷にはたくさんの思い出があるけど、妹を屍の世界から解き放ってあげたかった。脱出するとは言ったものの、封鎖から無理に脱出するのは危険すぎるので、私たちが体験したことや人間に戻ったことをありのまま全てを話し、保護してもらうつもりだ。捕まって研究対象にされたりしないかな。妹は不安げに顔を伏せる。仮にそうなったとしても、姉の私が受ければいい。やっと分かり合うことができたのだから、誰にも妹を傷つけさせたりしないと、私たちの歩みを遮るように立ちふだ、ふさがる白い影。月明かりに照らされ、手元の何かが鈍い光を帯びている。姿に惑わされて本質を理解していないなら、あなたたちはとても愚かね。楽しげな女の声が反響したと同時に、衝撃が襲い、胸から鮮血があふれた。外の人間に余計な詮索されたくないの、わかるでしょ、さよなら。そう言って足音が遠ざかると、私の意識は次第に深海に沈む。あの時悲しげな顔をした妹、故郷を離れて生き延びようとするよりも、ここでもう一度やり直したかったのかもしれない。また妹をないがしろにしてしまったのだろうか。あの時違う選択をしていたら、妹に別の未来があったのだろうか。後悔の色はとても赤く、鉄の味がした。バッドエンド。先にハッピーエンドの方を回収してしまったみたいですね。でもバッドエンドの方がエンディングちょっと内容が深かったような気がします。本質が見えていないのなら、あなたたちはとても愚かね。このセリフがとても心に残りました。では、そうですね、これでゾンビ姉妹のエンディングは全て回収したので、ゾンビ姉妹これで終わりとなります。ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録やコメント高評価などいただけたら嬉しく思います。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。では、と思ったのですが、ちょっとおまけで、シークレットを見せたいと思います。ホトです。ホトじゃないですね、シークレットの、まあ、ホトみたいなもんです。ゾンビを貪るカラスというのと、全部集まってないんですよね。全部集めるまでには結構あのペットを探索に行かせないといけないと思うんですけど、その探索がどうも回数があんまり足りなかったようですね。結構やったつもりだったんですが、トロとチッチとゾンビネズミ、優しい笑顔は写真の中に、カラポンのお散歩、カラポンですね、ポテチじゃなかったか。人気急上昇、ゾンビなアイドル、これかわいいですね、めっちゃかわいい。美しい女性、紫のバラ乙女、ショップ店員原案かっこ右、姉初期案、これなんかの時に表紙にしてましたね。悲しげな寝顔、
カラポンゲームズよりゾンビ姉妹を遊んでくれてありがとう。次回作もお楽しみに。次回作期待したいですね。ここまでシリーズ全部やってきてるんで次もやりたいです。お仕事するゾンビ彼女。その日僕の学校はゾンビ学園になった。嘘か誠か。というわけでここまでですね。だいぶ間が抜けてますがこういった感じです。フォトとかは今までのストーリー上で出てきた写真ですね。でストーリーもストーリー上で流れたストーリーです。というわけで本当にこれで終わりになります。それではまた違う動画で。